これから89式小銃のメカバを分解します。まずここですね、配線を止めているプレートのネジを外します。プラスドライバーです。取れました。こんな感じです。次ここですね、セレクターレバーを動かしているギアのネジを外します。少し小さいプラスドライバーを使います。取れました。ここにですね、名前がわからないんですけど、こういうのが入ってますので、これを取ります。で、裏側からギアの残りを取ります。次がですね、こことこことことここです、こちらがトルクスネジですね。ここもトルクスネジです。ここはプラスドライバーを使います。最後ここはトルクスネジです。取れましたら、スプリングガイドの後ろにドライバーを差し込みながら、マイナスドライバーでケースを少し開けて、少しずつ、ギアが落ちてるのを確認しながら、少しずつ少しずつ注意しながらやってください。バネがビヨヨンって飛び出る可能性がありますんで、で外れました。これで分解できました。とりあえず各部軽く見て油さして